佐藤さん、佐賀から見てます。おーありがとうございますいろんなところから今日もありがとうたけるくんもハートありがとうございますすっぴんですかすっぴに見えますか <laughs> バリバリメイクしてるよ、今日めっちゃみんちゃんもこんばんはあたさん北海道から見てありがとうございます北海道行きたいなって言っても北海道私二回行とるけんね 私の私の割には <laughs> 私にしてはすごい、うん、すごいのよそうなんかちょっと眠そうな顔してませんかいやなんかさ別にね全然ね寝とるのに結構さもう寝ても寝たりん時ってあるやん今それなんかななんか常に結構常に眠いですねとってもそう。 なんだかんだローさん思い出あるええー、北海道はザキさんハートはありがとうございます北海道はねもう海鮮丼やな海鮮丼がもうマジで美味しかったいや私あの何た昨日か昨日美味しいのと美味しくないのの違いとかあんまわからんってい,やいいのとあんまりなのの違いあんまわからんって言ってけどなんかさすがにね こう、東北で食べたその、で北海道北海道で食べた海鮮丼がもう,うわこれほんの本物のやつやーってなりましたねうんそうなんですよ <laughs> だねっチルヒドさんもこんばんはーそう、今日はクレヨンしんちゃんもうめっちゃさもうやばいわ私ほんとにニート ニートすぎてやばい。ニートすぎてやばいです。なんかこうやって配信しよるのもなんか変な感じなぐらい。なんかくすっくなんか普通の身分で配信しちゃってるわぐらいの感じ。<laughs> 太郎さん、ひなばばさんもこんばんはでーす。みさくんもこんばんはでーす。ありがとうございます。来てくれて。みりりん、私の方がニートだから大丈夫。いや、ほんと 本当に絶対私の方がいい体験。だって私外出てないもん。もうマーじで外。さっぱり外出てないよ。お <laughs> お、プリンさん、今日誕生日なんす。おめでとうざんす。おめでとう。<laughs> おめでとう。いい一年に。いい一年にしてね。はい。おめでとうございます。ちょっと、あれやね。 誕生日マジでマージで誕生日多いねうん、はい、今日もにぎやかに今日もお母さんとチョコさんとプーさんと4人ぼっちですねうんそっかこれいてかこの布団どっから持ってきたんだ感じないけど <laughs> そう家で何しよう、家でね家ではねもう 結構なんていうん、もう本当になんか <laughs> なんかもうすごいあのー、みんなの想像を絶するニート <laughs> 本当に h グマモンさんグラさんもこんばんはありがとうございます来てくれてみたいなのを置いてこうでスマホ持ってこうみたいな感じやね本当にで 基本最初ってさあのメイクして最初っていうか寝起きってまあ、メイクしてないけどメイクしてない状態でこう前髪をライアンのあのピンでピタッて止めてで後ろもまあ結ぶか下ろすか知らんけどまあもう完全に崩壊した状態にするよいし今日似た感じの生活したあ本本当私本当私に今日、ね、そんな感じやっほんと やったらいいんやけどなんか別疲れてもないのにさこんなに休んでるのが嫌なんやけどずっとこれやったらなんか慣れてきて慣れてきてしまうやんど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 んであーもう何もやる気出ねえなーってなってくるんですよだんだんみちろさんもこんばんはーありがとうございます猫さんもこんばんはですどうもどうもそうなんですよ今日って一応休日なのよねえ今日平日やないん んへ今日平日やね今日で月曜日か今日土平日やなね大人あ大,大人の塗り絵大人の塗り絵知っとる大人の塗り絵ね聞いたことあるわひいさんこんばんはどうもどうも、ね、今日は平日かね平日やねそうなんですあー振り返りとかがあるってことか武田さん ハートありがとうございますだるまさんこんばんは今日の晩ご飯はあのー、肉じゃがと卵焼きですあと高菜をね乗せて、はい、<laughs> でじゃあ今度のツーショットセルフィーに向けて iPhone 11? に11でいいん iPhone11 じゃないよね <laughs> iPhone11 ってい読むんやろか イレブンに機種変したあら、ほんと <laughs> iPhone11 じゃないよね <laughs> iPhone11 ひいさん、ハートありがとうございます <laughs> iPhone11 にしたの私もスマホ変えたいって思っとったんやけどあのー、なんかね、あのー、カメラアプリが最近使い始めたけんもうとりあえずいいかなって感じ タピオカメメララでしょタタピオカメラ、ねうん、タピオオカカねうもさあれやな愛媛ずっとお,おったら飲まんねえほんとに飲まなくなりますね、うん、あるっちゃあるんやけどさそうあんまりね一人では出かけんけんなそうなので「ゆかしちゃんふぐかわいいありがとうこれはあのー、100, 100均じゃないわ島村で何いくらやったっけ?」 1> 1, 円ぐらいかいや150019001900やったっけまあそんなもんようん、そんなもん <laughs> ですチェイさん来週の月曜日会いに行くね来週の月曜日愛知か <laughs> めっちゃ時差 <laughs> 愛知ですねお待ちしてますありがとうございますあら愛知だね愛知の前に森おうか岩手す,、ね、すごいめっちゃいろんなとこ飛び回る感じになるね、はい、もう来週ですよ皆さん来れますか愛知どんぐらいゆっくりできるんやろな 元カレマニ元カレマニアって見てるあ見てないんですよ見てないんやけどなんか面白いって聞いた気がする <laughs> 見てます声がさがさ三倉さん盛岡地元なのあ地元なん地元なんや行けないなんだとなんだと来てほしいな盛岡ね盛岡に卒業までに。 行けるのがすごくすごくすう嬉しいです,す,、うん、んですラスアイフェスねそうだよねそうだよね盛岡から一行くえー、ありがとう大変よねあの北海道から品川の時も思ったけどおファンの皆さんも大変ですよねそれはなみーちゃん岩手出身なので盛岡来てくれるの嬉しいあそうなんやなかなかね 意見,意見というかうんなんか行ったことないとこやけんめっちゃ嬉しかった私もそうそうさいさいさんもハートありがとうございますあ十11月ぐるさつもあるわそうそうだそうだ忘れそうだった何日やっけ何日やったっけあれ11月のいつやったかなあれどこでどこであるんやった、ね、眠いんか眠いんか うん、わかったえっコンディション悪いコンディション悪いんか2323 23か23逃げにぎりんバイト戻るまたねーありがとうーまたねーきまた来てね健次郎さんお母さん本当に今この状態昨日の夜もうすごい、はあ、ってなっとって「どうしたん?」っつったらなんか調子悪いらしくて。 少々悪そう今も、あでも今はちょっとなんか嬉しそうですねあのおしゃわしの話来たわって思っとるの <laughs> 配信で <laughs> ゆのジさんハートありがとうございますそうなんでちょっとこの配信が終わったら肩揉みをねしたいと思います肩こりからの頭痛とかもあるけどね寝れるとき寝ときや,やねそう寝れるとき寝ときやまあ寝れるとき寝よんやけどねうんそう お,かお母さん食べ過ぎかなっていう <laughs> お母さんでも最近そんなに食べてないなあ私と一緒におるけんそうお母さんがねあの昨日の夜に肉じゃがをあの私昨日間,間違えた下調べ」って言ったんやけど何て言うっけ下準備下,下ごしらえ下ごしらえ <laughs> 下ごしらえよ <laughs> 下調べじゃない <laughs> あの 下,下,えー、と下ごしらえですねをお母さんが昨日の夜の間にこうしし肉じゃがの下調べをしてくれとったんやけど下調べね、うん、下調べやろ下調べねそう下調べしとってでなんかその途中途中というかその後にズンってなってそう,もう本当にあ,のあれみたいな感じあれどぶのあのあれ。どぶ してる？ズーンズーンズーンズンって音で、あの渦巻き立てとるみたいな感じになっとったんね。そ<う>ドブ森ね、ドブね、ドブカ,カタカナにするんやめよう。一応あの私の中では、ドブ開かないけん、うん、ドブ森、うん、ドブ森みたいな状態になっとったよそう、それで。あの、その状態で。 おあのズンってなっとってで私はもう寝ようってなっとったんやけどね、うん、なんか肩ももかって言ったんやけどなんかもうそれよりなんかもう寝たいって感じやったけん「いや申し訳ないけど先寝とくで」ってなって私がまあ先寝ることにしたんやけどさでパッて台所見たらそのそう下準備前の違う下調べですね下調べ前の。 あのじゃがいもさんたちがおってまな、あ、板の上にさそのじゃがいもさんにんじんさん玉ねぎさんたちがこうキーカットされた状態でポンって置いてあったんね。うん、でああこの子ら多分途中で放置されとるんやなこれって思って思ったんやけどまあ私はもうどうしたらいいかわからんくてそれを見た時にこう鍋にもう放り込む段階なのかなんかするのかなんかちょっとわからんかったけんね。 寝ました、そのまま <laughs> そうお母さんはあの <laughs> いや、まあ、まさかのまさかやけどまありえん話やけどこれであのリオンがあの、あのそのカットされた野菜たちを入れて作ってしまうとったらすご,かったけってすごかったなって思ったけどまあ、案の定お前そのまんまして寝とったなって言われました <laughs> 私は <laughs>。 台所の野菜たちを見捨ててあのさっさと一人だけ先に寝ました <laughs> そう案の定やったらしいちょ,ちょっと淡い期待を寄せてみて台所を見に行ったんやろねそしたら <laughs> そのまんまのカットされた野菜さんたちそのまんまおったからあまあそうよなってなったんでしょうね、うん、そうちょっとね 肉じゃがはねもうん、ちょっとうんなんかまあクックパッドとか見たら分かったんかもしれないけどちょっと無理でしたねすいませんクックパッド見よっかなとかね私言ったやん一回も見てないね結局けんさんハートありがとうございますありがとう,うでお母さんは今もう若干体調不良みたいな感じそうね なんで今日はリオザップはお休みです今日は昨昨日昨日は一発やって終わったんなん一回なんかや,やった気がするです,ですお疲れさんやねまあねなんてったってねめっちゃ働きよるけんなそれはそうよなうん新八さんももしかして今日料理したんま,まさかするわけないじゃないですか何をおっしゃい何をおっしゃい 何をおっしゃいするわけないよクックパート開いてないよ全然やんないの結局まあねちょっとぐらいねやろうかなって思ったんけど野田さんハートありがとうございますザキさん俺が代わりに体感してあマジっすかじゃ皆さんぜひ代わりにやっていただいてもいいですか一人一回ぐらいお願いしますじゃあひいさんもハートありがとうございます あ百六日目配信って出たええ出てないんやけどあれ出とった出とる,出とる今え私めっ出てな、ね、いああ出たきた百ねこうやってねうん百六日目配信百六日目配信千人でやれば実質千回です本当です皆さん頑張れ頑張れ あのー、うちのお母さんみたいにこうスマホをこう床に置いてこうやってこうやって体感をねしたらいいと思う、うん、体幹のやり方は詳しく、うん、あれメモ帳どこいったんメ,メモ帳ないのメモ帳がないわね,メモ,ねモメモ帳がないわね、うん、はあいいと思うも おっとじゃあ体幹のえー、体幹はですねでもえー、っとえー、っとそ,そっち系よねえー、っ,とっと体幹の絵難しいか。 こうやって <laughs> こういう感じよね <laughs> あ。あじゃあえー、っとちょっと待って。 えー、あおこっちは浮うなあいかんちょっと失敗やノ、no, no, no. ーノノああ髪の無駄遣い髪の無駄遣いは用ない髪の無駄遣いは用ないけどなこうやってねこうやってこうやってこう でんおーもう描いたけどな <laughs> もう描いたけどなーえーっとじゃあこれがこれでで 体幹はまあシンプルにこういう感じであちょっと待ってっ目がちっちゃすぎるこの人こんな感じであこれは丸って意味ですね丸正解はこちらって意味ねこういう感じでえーっともう体が 直角にしますもでこの手なんやけど多分あの肩のねなんて広さのそのまんまよねそのまんまって感じかな、うん、こういう感じでやりますで顔なんですけど、まあ、顔はまあうーんそうですね、まあ、いろんなパターンの人がおるとは理解してて私も。でもまあこ,うこれが一般フェイスかなっていうこう。 って感じですね。でサインサインそういうとこかじゃディオザップやけんね <laughs> ちょっとそれっぽく書くやつね「デューザップ」って感じで <laughs> あのちょっとおしゃんな感じでサインを添えてみましたね。で あのー、NG ですね NG はこちらですねこれこれダメですねこれこのこういう人私よく見るんですけどこれはもう信じられんがーって感じですもうそれこそ信じられんがーですねはい <laughs> そうまあ確かにみんな言うのは、まあ、顔確かに表情が全然ダメよく気づいたねそうなんよみんなねお尻に行きがちですけど顔もダメなんでしょうこれうん顔もダメですね こういう顔でしよったんじゃ、まあまあ成果出るわけないですよねやっぱこう、この顔の表、変化でわかると思うんですけど、これね全然違うやんどっちが、ね、腹筋叶いそうかなってったら、もうこっちやん完全にねこ、こんな顔で、できるわけないやんねもう、もうそういうとこですねあとやっぱお尻浮くのは良くないですこう、この人みたいに、まあ直角直角、あの <laughs> えっとちょっと待って。 こうやってしたら分かりやすすいですねこっちがガンバルオさんでこっちがガンバれんおガンバレンオさんですねガンバレンオさんガンバレンオさんみたいになったらやっぱよくないですねできないこ,うこんなんでは付近かなわないですやっぱガンバルオさんみたいにこういう強い姿勢で挑むっていうのが大事クレヨンしんちゃん <laughs> 違うよ別にクレヨンしんちゃんにゃを「ゃ なんかリスペクトして作ったとかじゃない私の本当にあの私のふ普通に私のアイディアなんで全然影響されたとかじゃないよこんな感じでねなんでこのバルオさんを目指ししてて頑張って欲しいですこうやってね、うん、こんな感じで。 スノーマン的なねっていうわけじゃないですよ別にスノーマンをディスペクトしてるわけじゃないですけどじゃないですけどねやっぱ皆さんこの姿勢で今から頑張ってください今からですあ今日はなんだかガンバ連用あいいねそれめっちゃいい使ってみんな今日はガンバルオとか今日はなんだかガンバ連用とかって使ってみてほしい、うん、ぜひまあ、バルオさんを目指して。 頑張ってください。って感じですね。これはダメ。って感じなんでこっちはこっちじゃダメですね。はい、頑張ろうさんです。頑張ろうさん。ディオザップの公式キャラクターとしてまあこれからもあの登場してくるんじゃないかなと思います。ちなみにあのー。 お母さんは意外と頑張るお三方式ですね。うん、てかなか何なら笑ってる感じなんかあの悲しい顔よりはねやっぱ強くか、まあ、笑顔がいいと思うんでお母さんはちゃんとこのこのこの姿勢でしかももうめっちゃ笑顔で<笑>って感じの笑顔でやってますよ。うん、そう楽しそうな感じでやっぱ楽しそうにやったらすごい頑張れると思う。うん きなちゃんこんばんはどうもですありがとうございますあきあ今日いい話しとるいい話しとる本当に私めっちゃ動くでしょここあちょっとごめんちょっと今ねあの鼻の調子が悪いのであんまりゴリゴリできんけど松坂先生松坂先生じゃあ終わる時にやるねあの配信十五分ま十五分終わる時にちゃーんとやりますね、うん、ちょっとネオルやろう まあいいよ別に寝ていいけどねお風呂行かないかお風呂食べようお風呂食べないかうんお風呂食べるお風呂食べてり今からお風呂食べた方がいいマサオくんオッケーオッケーで、ね、し <laughs> 鼻水とか言われたとて <laughs> 鼻水じゃないあのー、違う違うあのー、鼻がねやっぱすごい私 すすすごくすごくくね、あれなんですよ。夢と希望がいっぱい詰まってるんだあんまりゴリ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 しちゃったらで出てきてしまう希望が溢れていっちゃうのでちょっとあんまりちょっと今日は触れないですねあんまりごめんねそうお風呂食べようやお風呂食べようお風呂食べるで今からお風呂食べてうん <laughs> 鼻 こっちに夢こっちに希望みたいな感じでやっぱいろいろ詰めて生活してるんでこっちのその事情もやっぱ理解してもらいたいみんなには言っておく、うん、だからこうやってできる時もありますけどちょっと今日はすごい詰まりに詰まっちゃってるんですいませんちょっとねできませんなんですいませんねお <laughs> お14分になりましたもう終わりますよ <laughs> じゃあ喉を整えて 何やりますか何やって終わりますか私正直さあ,あやば今日これ引き取るけん絶対あの人らモノマネ煽ってくるわ絶対この人らモノマネ煽ってくるやろなって思った松坂先生松坂先生で何言うあ川の中に川やばい「ぶぶ川の」 中に石がある。うんうん、安定やね。やっぱり。うん。<laughs> あ、定期、定期、定期、ありがとうございます。健次郎さん。では、ええー、清原りおさんに、あのー、ファンレター、プレゼントなどお待ちしております。な、今日はね、松坂先生でアナウンスしたいと思います。うん <coughs>、なにょんと、なにょんと。 愛媛県松山市大関道一の一の五株式会社タイムキオハラティーンでタイムで絶対笑う<笑>タイムがポイントですねあの再放送じゃないんですよ再放送じゃないんですけど <laughs> お母さん起きたねこれで <laughs> セクシーありがとうございますそうなんですよあの松坂先生やる時だけ結構あのセクシーになるんですよ。うん やっぱタイムが大事ですねうん。これで住所を覚えれるでしょマジでうん。って感じであ、もう十六分なっとるわマサオくんバージョン <laughs> マ,ジマサオくん、もうマサオくんやったら息切れするけん本当にマサオくんやって終わるねマジでマサオくんやって終わります <laughs> バイバーイありがとうございましたみんな元気でね